Hello YouTube, what's up? What's up my Japanese people? Anime loving, ramen eating people. This is part 4 of Yakuza 0 series. Welcome back. Like and subscribe. お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ。お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。Okay. だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ない。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前おやさんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、三人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼ。クゼの兄貴がおやっさんを殺に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこになんとやらだ。There's fire. 何しろ今は組に連絡するしかねえ。だろう。そうか。そうだな。わかった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまね。So our Kuro is in big trouble. His boss.Kiryu, sorry. I didn't mean to butcher his name. Kiryu. I've got to call Dojima Family HQ. There should be a payphone around here. Find a payphone. There's a payphone. Also, we have to save. We have to call the family once.Awesome story, by the way. And graphics and everything. This game is awesome. I love it. Especially the direction. Kiryu, da. So, there, someone, or no, Pokebell, ならしたか Ah, hi. Kuze の兄貴に言われまして。Kiryu, さん、すぐ事務所までお越し願います。実は、若頭補佐のお三方が Kiryu さんをお待ちで。そうか、わかった。So the three lieutenants are waiting on him. Well, I guess I'd better take a taxi to the Dojima family headquarters. Go to the Dojima family HQ. I also have to save.Money, man. Completion list 127%. So, where do I get a taxi? Whoa.This
time for detours. I need to take a cab to Dojima HQ right now. Right, man. Whoa! So how do I take a taxi? There's a taxi. So I like how they have not focused game just on fighting and stuff, but there's a whole lot of other things you can do. This makes it really enjoyable. Dojima family headquarters. してくれんじゃねえか。偉くなったもんだな。おう、キリュウ。大作クゼ。申し訳ありません。クゼの兄貴。こんな昼間から道場の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由。わかるよな。I assume you know why. ケイジ・シブサワ。OK。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。ねえクゼの兄貴、ヒロキ・アワノ、お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し、東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。
もっとも、あいつは自分のせいじゃねえって、早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで、本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ、同情するぜ。まあ、そんなことはどうでもいい。理由がどうあれ、肩着をやっちまったっつうことは、どう幕を引くか。だが、ちょっと待ってください。俺は自動出すんじゃねえ。安心しろ、肩着ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれでお上と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。おお、オッケー。 That was あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おい、ゲリア、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え、まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。キャプテン風間プリンダストリングス。おやっさんの指示って What strings? なんでおやっさんの名前が出てくるんですか。聞かれたことだけに答えた。This is so funny. なんであの場所を選んだ。Why did you pick that lot? You're telling me it wasn't the captain's order, say? それに、チャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んでしらを切るつもりってか。見つかった死体は痛みつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。Does he look like he's kidding? 死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。Somebody set you up here. Is that what you're saying? はい。Yep. 間違っても俺は銃を撃ったりはしていません。と言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たく荒げしやがって。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ。おう、キリ。もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。Wow, this mafia shit is... どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだ。All of these are lieutenants, but he can do that thing and tell them to go out. What is it? I don't know what it is. Hey,
例の死体が見つかった穴場所はな、あそこは通称カルの一つぼって厄介な土地なんだ。お前ら下っ端は知らないかもしれないけどな、道島組長から俺ら柏本さん3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一つを手に入れろとな。殻の一つぼ、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一つぼの空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で片木の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。 Right, that would bring some police attention on there. 本当困った話さ。ああ、Very brilliantly written game. おやすさんとどんな関係が？あの一つぼにはな、別の意味もあってな。道島の親父に差し出したやつには、とっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう。不在の風間の頭の後、道島組、次期若頭のポストだ。おお。つまりあの土地は俺ら柏本さんにとってただの一つぼじゃねえってことだ。Normally a lieutenant wouldn't tell all of this. 最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです？さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことはサツに言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。サツには今日中に実施しろよ。それと円骨めどけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。Turn your little finger in. Oh, damn. This guy is trapped now. He has to do something to get himself out of this mess. This is a good story. I'm enjoying this and I hope you're enjoying this. So please like and subscribe and click the next video. I'm ending this video right here. Thank you for watching, guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.